ヨシノリにプロポーズされた。おめでとう。うん、本当に嬉しい。いつ席入れるの？それと式はあげるよね。まだ婚約の段階だからね。一応来月から同棲始まる。おう、まずは同棲からだね。うん。ヨシノリさんって何の仕事だっけ？美奈子と結婚したらどうなるんだろう。その辺の話は全然してない。でもパパはヨシノリさんのことすごく気に入ってるから、もしかしたら会社継がせる気かも。なるほど。てかサナエはまだ彼氏作らないの？いい人がいないというか、今デザインの仕事が楽しすぎて恋愛に時間取られるのがね。そっか。まあ結婚が全てじゃないもんね。私はサナエみたいに仕事バリバリしてる女性がかっこいいと思う。ありがとう。でも私も今年で27歳になるし、そろそろ男作った方がいいとは思ってる。サナエならすぐできるよ。学生時代彼氏いたことない時期ないよね。高校大学の時は確かにずっといたね。あの頃は若かったからね。今も若いよ。そうだった。そうでも言っとかないと心から老化していくもんね。そうそう。とりあえずおめでとう。私仕事に戻る。うん、頑張って。翌日。サナエちゃん、お疲れ様。みんな子から聞いてるかな？俺たち、婚約しました。聞きました。おめでとうございます。来月から同棲始めるんですよね。そうそう。だから一人暮らしは今月まで。みな子のこと幸せにしてあげてください。そうなんだよね。サナエちゃんはどうなの？はい？今、彼氏とかいるの？いないですね。え？マジで？あんなに可愛いのに？今は仕事が恋人って感じです。そうなんだ。でもいい男がいたら付き合うよね。まあそうですね。逆に言うと、いい男がいないから今は仕事が恋人になってるんだよね。あ、でも仕事は本当に好きですよ。そうなんだ。ヨシノリさんのお知り合いでいい人いたら紹介してください。それはしたくないな、いい意味で。どういうことですか？サナエちゃんみたいな可愛い子を俺の知り合いに譲りたくないよ。それなら俺が狙っちゃうよ。冗談やめてください。ミナコに言いますよ。いや、結構マジ。見た目だけで言ったら俺サナエちゃんの方が好きだよ。可愛いしスタイルいいし、俺ショートカット好きなんだけど、サナエちゃんがドストライクなんだよな。今まだ婚約段階だし、同棲まであと1ヶ月もあるから、今のうちに遊んでおきたい。サナエちゃんも俺とやりたいでしょ。実は俺知ってるよ、サナエちゃんが俺に興味あるの。でも親友の彼氏だから今まで遠慮してたんだよね。俺も二人の友情崩したくないからアクション控えてたんだよ。でも美奈子と同棲してこのまま結婚ってなったら俺の中で後悔残るなと思ってさ。美奈子にはバレないようにするし、絶対後悔させないから、どうかな？やめてください。え？今のは聞かなかったことにします。なので美奈子のことだけを考えてあげてください。失礼します。翌日。ねえサナエ、ヨシノリ浮気してるかも。え、なんでそう思うの？昨日会ってたんだけどさ、どこか上の空って感じなの。エッチしてる時も私のこと考えてない感じ。気のせいじゃない？私の考えすぎかもしれないけど、なんか今までと違う気がして。そうなんだ。サナエはどう思う？ヨシノリは浮気してると思う？どうだろう。一緒に飲んだこと何回かあるけど、チャラそうには見えなかったけど。私もそうは思ってたの。でもよく考えたらさ、浮気してるような男が婚約なんか申し込まないよね。それはそうかも。だよね。ごめん、考えすぎてた。マリッジブルーってこんな感じなのかな？かもね。1時間後。サナエちゃん、無理かな？何がですか？昨日の話だよ。ほら、俺の女になる話。お断りしたはずです。実は昨日、みんなことやったんだよ。もうさ、その時、サナエちゃんだったらなってずっと考えながらやってたんだよな。どう？嬉しい？嬉しいわけないじゃないですか。なんで？憧れの俺にこんな風に思われてるんだよ。憧れてません。うん、わかるよ。まだ殻を破りきれてないんだね。でもね、もう何も心配しないでいい。
普段仕事で疲れてるサナエちゃんを俺のテクで癒してあげるから。俺結構評判いいんだよ。風俗嬢にも今までで一番って何回も言われたことあるし、俺のテクに落ちた女が彼氏と別れたりもしたな。な、頼む。一回でいいから抱かせてくれ。なんで婚約したんですか？え？美奈子は吉典さんにプロポーズされて本当に喜んでいましたよ。それは吉典さんも分かってますよね。それなのになんで裏切れるんですか？プレッシャーと安定かな。どういうことですか？いや、美奈子の実家って超大金持ちらしいじゃん。美奈子は一人っ子だし、俺が美奈子の旦那になったらそこの会社引き継ぐのは俺じゃん。美奈子のお父さんも俺のことなぜか気に入ってるしさ。でもその分プレッシャーがあるんだよ。美奈子からは遠回しに結婚の話とかされるしな。このまま独身のまま遊んでたいけど、そろそろ身を固めないと後悔することになるかなーって。ほら、美奈子やギフに愛想をつかされて俺じゃない奴が後取りになったらえぐい額の損失になるだろ。だから今しかなかったんだよ。じゃあ落ち着いてくださいよ。俺だって落ち着きたいよ。でも美奈子って見た目は地味だろ。胸だって大きくないし、もう完全に調教済みだから新たな楽しみもないというか。その点サナエちゃんは違う。ビジュアルは俺のど真ん中。キャリアウーマン気質だから簡単に落ちそうにないけど、多分まだ快楽を知らないだけ。そんなサナエちゃんを落としたい。男ならそう思って当然だよ。何度も言うがバレない自信はある。今までも一度も浮気は疑われてないし、これからだってそのつもりだ。でも結婚した後だったら浮気が不倫になって社会的制裁だってされちゃう。美奈子やギフさんに嫌われたらそれこそ俺が波紋に遭う。だから今しかないんだよ。まだ独身のこの時期、しかも同棲までのこの1ヶ月、ここがラストチャンスなんだよ。頼むサナエちゃん、俺に一度だけチャンスをくれ。必ず満足させてやるから。おーい、サナエちゃん。翌日。ずーっとサナエのこと考えてるわ。仕事に集中できなくなってる。とりあえずインスタに載ってるサナエの画像は全部保存したけど、いまいち刺激が足りないんだよな。今どこにいる？もし部屋にいるなら今のサナエの写真撮って送ってよ。今日はそれで落ち着けるからね。いい加減にしてください。美奈子のこと幸せにしてあげてください。これは美奈子のためでもある。どこがですか？このままだと俺は一生引きずるよ。あの時サナエとエッチしたかった。それがずっと尾を引いて美奈子には一生帰ってこれない気がする。逆に今サナエとエッチできたら俺の気持ちは浄化されて美奈子のことを愛せると思う。俺はサナエとやりたい。サナエも気持ちよくなれる。美奈子は俺に愛されるね。全員得するんだよ。サナエが俺とエッチしてくれたらみんなが幸せになれるんだよ。ほんといい加減にしてください。あなたとする気はありません。じゃあこのまま婚約破棄かもな。いいのか？親友の婚約破棄に加担しても。俺との婚約喜んでたんだよな。今さら同棲の話もなしになったら美奈子は相当落ち込むだろうな。だからやめてほしいんです。そのためにはサナエが俺とエッチする必要があるんだよ。いい加減一回ぐらい抱かせろよ。どこまで頑固なんだよ。てか写真送れよ。なるべく肌見えてるやつな。早く送れ。3、2、1。はい、早く。数日後。ねえサナエ、どういうことなの？美奈子どうしたの？なんでサナエの写真が吉典のカメラロールにあるの？二人はどういう関係だったの？ねえ、私に黙ってることない？全部話すね。今日この後時間あるかな？今話してよ。今は話せない。なんでよ。後ろめたいことがあるの？そうじゃない。先に言っておく。私は美奈子を裏切ってない。裏切ったのは吉典さんだよ。どういうこと？3時間後。サナエ、疑って本当にごめん。私本当に最低だ。もう謝らないで。最低なのは美奈子じゃない、吉典さんだから。うん、そうだよね。何度も何度も私の幸せを第一に考えてくれてありがとう。もうサナエは一生大事にしたい。当たり前でしょ。私たち親友なんだから。うん、
さすがに婚約破棄だよね。うん。もうこれ見て続ける人いたらサイコパスだよ。だね。すぐに伝えるの？いや、一週間後にパパがこっちまで来てくれるの。その時三人で話し合うから、その時に話そうかなって。もしよかったら私も行こうか。その方が説得力あるよね。いいの？うん。私もムカついてるし、一言かましてやりたい。わかった。当日まで内緒にしとくね。わかった。一週間後。サナエ、今日は来てくれて本当にありがとう。こちらこそ、親友の役に立ってよかった。ヨシノリ、もうあんたに用ないから。頼む、許してくれ。ほんの冗談だったんだよ。いや、どこが？明らかにガチだったよね。冗談に決まってる。な、サナエちゃん、冗談だよな。あれのどこが冗談なんですか？というか私は何回も止めましたよね。それなのにブレーキかけずに私に突っ込んできたんですよね。こうなることは分かってたはずです。しっかりと責任取りましょう。ほんとそれ。ミナコ、俺もう浮気しない。もともとこれを最後にって決めてたんだ。これからはミナコのことを愛する。だから俺と結婚してくれ。無理だよ。あんたとは結婚しないし、当然パパの会社の跡取りもさせない。それだけは勘弁してくれよ。俺もう会社辞める気でいたから、今の会社で暴言吐きまくってんだよ。今さら頭下げるなんかできないよ。そんなの知りません。すべて自己責任です。さようなら。待ってくれ。じゃあ仕方ないね。私がヨシノリをもらってあげるか。え、いいのか？お願いします。もう何でもします。だから俺と結婚してくれ。嘘に決まってんだろ、バーカ。え、地獄に落ちろ。後日談。こんばんは、サナエです。この後、私とミナコはヨシノリのことをブロックして、一切連絡手段を断ちました。婚約破棄についてですが、慰謝料請求ももしかしたら可能かもしれないのですが、浮気が未遂だったことや、もう関わりたくないという理由で請求はしなかったそうです。その代わりに、ヨシノリの行動を勤めてた会社に告発したので、ヨシノリは無事退職となったそうです。これで私たちは彼氏なしとなりました。またゼロからのスタートですが、今度から慎重に男選びしていきます。